カルカ州軍は、アメリカ合衆国ルイジアナ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は192,768 人であり、2000年の183,577 人から 5.0% 増加した。軍庁所在地は、レイクチャールズ市であり、同郡で人口最大の町でもある。カルカ州郡は、レイクチャールズ大都市圏に属している。カルカ州郡は1840年3月24日に、セントランドリー郡から分離して設立された。セントランドリー郡は1807年に、オーリンズ準州の最初の19郡として設立されたものの一つだった。当初の郡庁所在地は、ミシシッピ川の東岸にあったコマサクブラフであり、後にマーシュバイユーブラフと呼ばれた。1840年12月8日、郡庁所在地がマリオンと命名された。1852年、ジェイコブ・ライアンが、郡庁所在地をマリオンから同じく東岸のレイク・チャールズに移させることに成功した。その後地域の人口が増加していき、カルカ州郡は5つの小さな郡に分割されていった。当初の領域はインペリアルカルカ州と呼ばれている。カルカ州という名前はアタカパ族インディアンの言葉で、さえずるは足を意味するクエルク社から取られた。もともとアタカパ族の州長の名前であり、戦いに向かう時にワシのような叫び声を上げたとされている。それが昔のリオホンド川の名前に与えられ、それが郡名になった。カルカ州郡の歴史は、スペイン人がルイジアナを占領していた時代に遡り、1797年、ホセ・エム・モラがリオホンド川とサビーン川の間の広大な土地について特許を認められた。ここは長い間、中立地帯と呼ばれていた。この地域は両カロライナ州、ジョージア州、ミシシッピ州からの無法者や海賊の逃げ場になっていた。1803年にフランスがアメリカ合衆国にルイジアナ領土を譲渡した後も長く続いたスペインとアメリカの間の境界論争は1819年のアダムズ・オニス条約で解決されアメリカ合衆国の領土になった。この条約は1821年2月22日に正式に批准された。1823年3月3日にアメリカ合衆国議会で成立した法により、この領域はレッド川南の地区に付加された。この地域の初期開拓者には、ライアンズ、パーキンス、ルブルー、デビエ、ヘンダーソンなどの家族だった。ルイジアナ州東部にいたアカディア人開拓者もこの地域に移ってきて、クレオール、アカディア、イギリス系アメリカ人、インディアンなど多様な民族が混在することになった。1840年セントランドリー郡からインペリアルカルカ州郡が設立された時、現在の5つの郡の領域で構成されていた。1840年8月24日、後に5つの郡となる6つの地区を代表するものとして、6人の委員が会合を持った。この会合は、現在のクローの近く、アーシーン・ルブルーの急ごしらえされた支度で開催された。最初の委員は、デイビッド・サイモンズ、アレクサンダー・ヒーバート、マイケル・パイソン、ヘンリー・モス、リーズ・パーキンス及び、トマス・M・ウィリアムズだった。最初に出した命令は、役人を選出し、軍事務官を任命し、立法府の簡単な規則を決めることであり、郡庁に会議を秩序正しく進行させる権限を与えた。委員会では当時セントランドリー郡で執行されていた法をすべて採用した。郡の警察官、財務官、2人の評価官、及びブキャナン渡しの運営者を任命した。評価官は2ヶ月間で郡内の資産すべてを評価する任務を与えられ、給与として$90が支払われた。9月14日、郡庁所在地を定め、郡庁舎と監獄を建設するために、マーシュバイユーブラフと呼ばれた土地の測量が承認された。12月8日、郡庁所在地をマリオンと命名する法案が可決された。1843年、州議会は、郡庁所在地の移転を住民投票にかけることを承認したが、ジェイコブ・ライアンが、軍庁所在地をマリオンから東岸のレイクチャールズに移させることに成功したのは1852年になってからだった。この軍庁所在地は1857年にチャールストンいう名の町として法人化され、1868年にレイクチャールズとして再法人化された。最初のマリオンからは約6マイルの位置にあり、マリオンは現在オールドタウンと呼ばれている。レイクチャールズという名前は、初期開拓者の一人、チャールズ・サリエの記憶を止めさせるものであり、サリエは19世紀初めにこの地域の土地に入った、イタリア系移民だった。1870年に、軍南部からキャメロン軍が分離されたが、その後は1912年まで3600平方マイル以上の広さを保ち、州内最大の軍だったので、インペリアルカルカ州と呼ばれることもある。1912年、アレン軍、ボーリガード軍、ジェファーソン・デービス軍の3軍、合計で2548平方マイルが分離独立した。州内では最後の新軍創設となった。カルカ州軍庁舎、カルカ州軍は軍政委員会と呼ばれる住民に選挙された委員の集合によって統治されている。2000年国勢調査に基づき住民約12200人ごとに分割された15地区から各一人の委員が選ばれて委員会を構成している。これはアメリカ合衆国最高裁判所の一人一票という判決に基づいている。アメリカ合衆国司法省は国勢調査ごとに地区割のやり直しを求めており、地区の境界を変更して、ほぼ同じ人口ごとに一人ずつの委員を選出するようになっている。軍の主要な警察組織は、カルカ州軍保安官事務所である。ルイジアナ州警察は、軍内の州道における主要警察組織である。カルカ州軍庁舎はまずマリオンに、粗末な丸太小屋を建て、1841年8月に完成した。1852年に、軍庁所在地が、レイクチャールズに移転されると、ジェイコブ・ライアン保安官が、奴隷のアンクル・ジョージ、及び友人で、土地所有者であるサミュエル・アダムズ・カービーの助けを借りて、丸太小屋を牛に引かせ、松林の中をレイクチャールズまで運んだ。1年のうちに、新しい軍庁舎が完成した。さらに1891年、$20,000をかけて、コロニアル様式のレンガ造りの建物に変わり、1902年には分館が加えられた。この建物は1910年4月23日の大火で、町の中心街大半と共に失われ、軍の記録類の多くも焼けてしまった。1911年4月4日、軍政委員会は元の場所に新しい軍庁舎を建てることを決めた。軍庁舎は1980年11月2日に正式にアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された。1912年に$200,000をかけて完成したレンガとテラコッタの建物は17世紀と18世紀に作られた作品で知られたイタリアの建築家&レア・パラーディオが設計したビチェンツァのロタンダと呼ばれる有名なビラ・コプラを模倣したものである。この軍庁舎は、ニューオーリンズのファブロー&リボーデが設計した。建物頂部のドームは、銅でできている。1958年に増築された分館には、軍政府用の部屋2室、軍事務官と軍政委員のための空間が作られ、1960年に、付加された分館には、ルイジアナ州第3地区巡回控訴裁判所が入った。1967年、軍政府ビルが完成し、軍政委員会の様々な事務所を収容した。この建物は2003年に拡張され、軍管理官事務所、記録部、財務、購買部、施設管理部、人材部、企画開発部、公共事業部、広報部が入っている。1987年、地区検察官事務所を収容するために新しい建物が建設された。最新式の強制収容所が1990年に完成して、1956年に建てられた古い収監所に置き換わった。州第3地区巡回控訴裁判所のために1991年に別の建物が建設された。1994年3月に元の収監所跡に完成した司法センターには第14司法地区が入った。1993年から1998年、軍庁舎の内面と外面に大きな改修が加えられた。軍庁舎には軍事務官、少年家庭裁判所、有権者登録所、保安官市民部、退役兵管理事務所などが入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1094平方マイルであり、このうち陸地1071平方マイル、水域は23平方マイルで、水域率は 2.12% である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2004年の大統領選挙では、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが 58%。46,075 票を獲得し、民主党のジョン・ケリーは 41%、32,864 票だった。2008年の大統領選挙で、カルカ州郡は共和党のジョン・マケインに 61%、54,449 票を、同時、民主党のバラク・オバマは 37%、32,244 票だった。郡内でマケインは勝ったが、アメリカ合衆国上院議員選挙では、民主党候補のメアリー・ランドルーが制した。51%、411,813 票だった。対する、共和党のジョン・ケネディは 46%、36,855 票だった。カルカ州郡図と指名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。法人化済み都市の人口合計は 106,414 人である。カルカ州郡教育委員会が地元の公立学校を運営している。P から、The name カルカ州 is pronounced カロリーカ州 with even emphasis on all syllables チリ。ありがとうございます。